おはようございます。おはようございます。今日は何の日でしょう、大塚さん。国体予選国体予選、国体東京都予選ですね。はい、はい、今日はなんと推薦から2チーム。すごいですすごいです東京推薦から、ね、そうね。じゃあ今日は頑張りましょう。はい、頑張ります、はい、頑張りましょう。おお。チャウニー、なんかこの前小島さんから聞いたんですけど、なんかこの前練習日なのになんか野球の応援行ってたみたいな、なんかジャイアンツの応援行ってた、ストーリー上がってたみたいな。間違えた、練習とジャイアンツ間違えた。ちゃうねん、これちゃうねん。フランスからこんにちは。ルイ、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 シャンゼリゼ瀬戸山。あれやばい。あれね、俺関係ないしね、あんまり。ゼルニーと、はい、タックンです。はい、タックン、初めまして。いや、あの同じ順大の先輩で。初めましてどころじゃない。絆って言っても過言ではない。やば。え、どんぐらい離れたの？あ、2個下。そうですね。2ですね。ゼルニー、タックン先輩だったの。萎縮してたの。ちょっとやばいね、それ。あの時の記ちょっとやばいね。言わしてたことね。やばいね、やばいね。そうだよね。もう純大な先輩だけで俺も怖いもん。そうですね。バチバチにやって怖い。シムさん、おはようございます。今日は調子どうですか。もう、これ次第です。これ次第。やっぱね、推薦はね、酒飲みすぎちゃうから、次の日のコンディションが心配。まあ、そうですね。まあ、今日は土曜なんで、まあ、美味しい酒いっぱい飲めるし、ちょっとあのクラブカップ予選僕振るわなかったんで、ここで。え、そう。ここでちょっと。よかったけど。頑張りたいなと。頑張ろう。はい、集合。あれ痩せそうこれ。痩せそう。痩せそう。何やってんの。振動。席の方が早いんじゃないこれ。やばすぎ。すごいすごい。プルプルプルんだ、プルプル。シュータロどうしたん。どうしたん、シュータロ。ちょっと本当に大粗相かも。どうしたの、ね、珍しいじゃん。あのですね、うん、ユニフォーム忘れました。しかも自分のじゃなくて、うん、沢さんの。忘れたわ、やばい。僕は出る気を探すんだけど。なるほどね。え、どうすんだこれマジで。取り行く、取り行く。今取りに行ってもらってて。あ、取りに行ってもらってんだ。今渡して、はい、鍵も渡して、住所伝えて。やばすぎ。ちょっとあとこの試合がフルセットになることになるしかないっていう。なるほどね。多分往復 4,50 分かかるんですよね。やばいじゃん、スイスイのエースのユニフォームがないという。まずいっすね。まずい。頑張ろう。はい、一人に私の確認を頑張ります。プレーで取り返します。後で報告します、どうなったか。後で報告します。さあ今水仙の方ですね、水仙の方がアップしてるんですけど、水水も混ざってやっております。先ほどね、両方ともねフルセットだったんでちょっとね長引きましたね。つまりユニフォーム何とかなりましたか。はい、やってか持ってきてました。おおフルセットでよね、なんとかね、なんとか時間稼ぎ、うん、もう大奮闘によりまして、よかったね。坊主回避ということで、よかったね、なんとか坊主回避ということで、ね、こちらスイスイ推薦アップしております。すごいですね、2コート同時に試合というね。アップですね。さあ私はどうサポートしたらいいのでしょうか。あ、かりんちゃん、あ、かりんちゃんじゃない、監督、監督どうしたらいいですか、こういう時。中央で情報を中央でそうですね、大変ですけど、ちょっと頑張ります、はい、さあ、スイスイの方は、トヨタモビリティさんと試合です。 V リーグのチームですね。でこっちは、スイスは東陵と試合ですね。クラブカップでも試合しましたね。そしてこっちは西山くん、西山くんと元豊山のエースです。豊山のエースですね。よろしくお願いします。
で一緒に 3人で頑張りましょう。応援応援頑張りましょう。
疲れ様でした。楽しかった。いやフルセット惜しかったっすね。本当に惜しかった。しかも6代目めっちゃ活躍してた。あのサービスエース2本見ちゃいました。はい。しかも全部僕が行けって声かけた時のエース。そう、前回声かけられてミスったから反省したんですよ。いやー高木さん、じゃあこの後はあと残り推薦も残ってるんで応援しましょう。もちろんそうです、はい、今からあと20分後に試合やって、はい、応援しますよ。うっす今どういう状況ですか我々は。ふわふわしてます。ふわふわしてる。緊張半分と去年の決勝とかも2戦だったんで、そういうことね。ちょっとふわふわして、無事初戦というか何準決勝、準決勝勝ちまして、次決勝ですね、はい、今隣で、警視庁さんとトヨタさんが試合やっていて、はい、勝った方とやります。どっちも互角で強いですよね。強いです。見た感じ強い。ブロック高くて楽しみやね。でも上から打ってると思います。おー頑張ります。頑張ろう。頑張りましょう。アップしております。ゼルニー、ゼルニーどう？ゼルニー今さっき不甲斐なかった。っ次頑張ろう。もうせいせよ。もうせいや俺らももうちょい頑張って応援するわ。ゼルニー、もうせいせよ。もうせいせよ。バースさんどうすか？ぶち上げ。ぶち上げ。ぶち上げ。はい、ナイス。いいよ。
Yeah!
Yeah!
の関東ブロック大会への意気込みをお願いします。絶対優勝するぞ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、シダロ。はい、お疲れ。お疲れ様でした。お疲れでした。おめでとうございます。ありがとうございます。今年も激戦の末。そうですね。やりましたね。いや、マジですごいね、2連覇。すごいし、相手 V リーガーすごいよ。格上を2年連続で倒したということで。ね。おめでとう。ありがとうございます。応援も本当にありがとうございます。いやー、からすごい届いてました。余裕ですよ、アンぐらいは。はい。アンぐらい余裕です。でも、ここから今日本番始まります。頑張りましょう。はい、夜の、はい、夜の国体。はい。レッツゴー。レッツゴー。みんな並んでー。じゃあ、俺も入る。はい、お疲れ様です。今日も無事、美味しいお酒を飲むことができます。皆さん、ありがとうございました。ここが初めての方も一部いらっしゃるんで、コンセプトを説明しておきますと、僕ら昼間だけやればいいっていうチームじゃないんで、はい、基本的にやっぱり夜もぶっちぎりで日本一なんだけど、っていう、そういう部なんで、僕ら。はい、なんで、そこ、気負った人がいたら、はい、いいね、これさ。なんで心ゆくまでお酒を楽しみつつ、また今シーズン頑張っていきましょうということで、また団結深められる会にできればいいかなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。じゃあ乾杯の方ですよ。死ぬほど飲むぞ。乾杯。こんにちは。こんにちは。ゼルニーこと松下正明。ああ。レモン。何の出身ですか。出身高校。一律習志野高校です。こんにちは。レモンじゃ。高校時代最後の3年生の春高。絶対に。メダルを取りに行くぞと、みんなで見てを見て対策をして、1回戦目絶対勝つぞ、いや勝てるぞなんて思った矢先、北陸高校。おお、ストレート負け。ストレート負け。チームメイトすごいよね、本当にすごい。それを経て、大学生、高校卒業しました。ネクスト、順天堂大学。おお、順天堂これからの活躍と卒業式の校長ご健勝に乾杯。ベスト深夜式集。誰だ目は大丈夫。ベストゼルマ賞。おお、誰だ。ベストゼルマ賞。よっ。よいしょ。ラインに送ってるんで、クイズが来てください。こっち。